どうも、オプショントレーダーの熊谷です。今日もチャートとオプションの手口を使って今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。え本日3月8日は前場プラテンまであって25,300円台まで確かねつけていたんですが5場から急落、結局430円安というまたボラの大きな1日となってしまいました。えチャートからは割とね各種1 一旦底打ちサインっていうものが出てるんですが、なかなかそれ以上の売りに押される展開となっています。そこで今日は空売り比率から底打ちサインっていうものを検証しています。ここも反転サインの一つとして一つ武器になると思うので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速3月9日日経225オプション考察始めていきましょう。 はい。えー、本日のメニューですけれども、本日もチャートの方はボリンジャーバンドを見ています。それからオプション手口、先物手口と見て今日の着眼点という形で進めていきます。はい。えー、今日は久々にこのシートですね。えっと、このオプション投資ラボって毎日ね、この相場の解説をする動画と、あとは不定期で講座タイプですね。オプションの講座だったり、チャートの講座だったりみたいなことをやってるんですが、まあ、ちょっと忙しくってね、昨年の夏ぐらいから、 うんと、まあ、チャートとね、オプションの方、それぞれ連載が止まってるんですけれど、えっと、まあ、私もね、3月から時間が少しできますから、えっとね、今は、オプションの方のスプレッドシリーズの台本を作り始めています。もうすでに、レシオスプレッドの方はね、だいぶできたので、近々公開ができると思いますし、その次は、アイアンコンドルに関して今ね、台本を作っています。特にこのアイアンコンドルは、えっと、この、 初日のアウトストラングル作戦のヘッジとしてね、機能する戦略でもあるので、まあ、あのね、コールもプットも、特にプットの方を裸で売るのは怖いなっていう場合に、このアイアンコンドロの形にすれば、当然利益は下がりますけれども、で、損失限定の安心感の持てるスプレッドになるので、まあ、初心者にはより、ね、あの、安心して取り組めるかなっていうところもあるので、まあ、このあたりの解説動画を作っています。あのね、期待して待っていただければと思います。 で、えっと、今日はね、動画、えっと、もうすでに講座シリーズあるところのリスト、動画のリストの方をね、貼っておきます。なので、最近このオプション投資ラボを知っていただいた方で、まだ動画を見ていないとか、もう忘れちゃったっていう方はね、えっと、特にオプションってこんなもんなんだっていうところの話をしているので、まあ、やるやらないは別としても、こうね、知識として持っていただければと思いますので、この機会にまた講座形式の方の動画もね、見ていただくと嬉しいです。 はい。それでは3月8日、相場外況ですけれどもえ、今日日経平均終わりね、24,790円ということで、今日も430円安、マイナス1.71%、トピックスは1,759.86、マイナス34.17で、マイナス1.90%、マザーズも681.72、マイナス10.23で、マイナス1.48%と、まあ、いずれもね、算子数揃って、 まあ非常に厳しい下げ、継続ということになってます。そして、売買代金は今日はなんと4兆円超えですね。4兆768億円。まあね、MSCI の入れ替えとか、まあなんかそういうイベントがあったわけでもないので、まあやはりこの状況でね、かなり、えっと、飽きない膨らんでいると。まあこれでね、セリングクライマックスってなればいいんですけれど、まだまだね、 まだまだっていう気もしますので、えっ、ー、と、ご注意ください、えー。マザーズは相変わらずの1335億円となっています。えー、次にビックスと日経平均 VI 恐怖指数ですけれども、相変わらずビックスはまだ35.08です。えっ、ー、とね、CFD でニューヨークダウンも3万3000ドルを割ったり戻したりという、まあ、工房ね、ちょっとナイトセッションぐーっと戻ってきているので、まあ、だいぶビックスもね、これ19時現在でしたから、また今、これ、 収録をしているのは21時半ぐらいなので、まあだいぶ下がってると思いますが、それでも30を超えていますから注意を必要と。日経平均 VI は今日は430円も下がったんですけど、えっと、ボラティリティはね、マイナス0.53いうことで珍しいですね。29.29 29。まあなんとか30を超えずに踏ん張っているという状況になってます。ただし30に近いですからね、全然ボラティリティが高い。まあ非常に え、危険な状態なのでああの、今日みたいなね、やっぱりボラが大きな上へ下へってなりますから、注意をして臨んでいただければと思います。はい、それではここからは日経平均冷やしのチャートですね。えっ、ー、と、これで、陰線が5日連続ということになっておりますが、まあ、昨日もちょっとお話をしていた、三3区ね、ここの窓が1個2個で、ここ窓開かなかったので、まあ、あ、ねあ、一瞬開いたんですがすぐ埋めましたよね。 なので、まあ、三空叩き込みにはならないというところ。ただしね、ここ、あの、陰の洋ハラミみたいに戻ったわけでもないので、これなかなか下げ止まった形にはなってないんですよね。まあ、あくまでもロウソク足のパターンからという話ですけれども、微妙なね、今日陰線、上髭陰線を引いてくれちゃったなという気がします。 どうせならね、この2万、えっと、5400円ぐらいまで上がって、要線で、みたいな形になってくれればよかったんですけれども、まあ、結局、非常に残念な、上髭の陰線という、まあ、割と最悪なパターンになっていると。 モメンタムは下の方で横ばいという形になっていて、まあこのチャートからはね、全然上昇する気配が見えてこない。ただ今日も下がったので、移動平均線乖離率、今日はチャート見ないですけれども、25日線からの乖離率、また今日ね、少し上昇しているはずなので、まあいよいよ底根県になりつつあるけれども、なかなかね、反転していけない。まだ下げの圧力が強いという状況なので、まあ一旦ね、戻ってくる。もう本当に、 えっと、万全を期すなら少なくとも5日移動平均線をね、終わりね、抜くぐらいまでならないと、まだまだね、ちょっと落ちるナイフの、まあ、真、ま、っ只中なので、中途半端なところで掴まないようにっていうね、何度も何度もね、上昇して大きくその翌日叩かれるっていうのが続いてるので、今日もナイトセッションを一旦止まってるのは喜ばしいことなんですけど、また明日ね、そこストーンと行く可能性十分あるので、まだまだね、そういう目線でチャートを見ておく必要があるかなと思います。 はい、えー、それをね、まさに表しているのがボリンジャーバンドということで、なんと2日連続マイナス3シグマです。なかなかね、まあ、あの、この時も、ね、要線で戻って、また下から始まってみたいな形なんですけど、この時よりもね、今角度が急なんですね。その急な角度についていっちゃってると、今日もマイナス3シグマです。えっと、マイナス3シグマが今日の終わり値ベースで24,798円。 で、えっと、今日の日中の終値が24,790円ですから、まあ、ほぼほぼ3シグマに沿ってバンドオークをしてしまっているというところですね。で、マイナス2シグマは、これも急激に下がってますけれども、25,465円と。 いうことで、まあ明日もまたぐっと下がってきますが、少なくともね25,400円ぐらいのところにマイナス2シグマがあるということですから、まずはそこぐらいまで戻せるかどうかということですね。少なくとも25,000を抜けていかないと、これもうマイナス2シグマと3シグマの急激な角度のまんま、これバンドークで下がっていってますから、 まあ、さすがにこの角度をついていくのはね、ついていくにもパワーがいるので、いい加減、ここの角度はね、もうちょっと緩やかになるだろうとは思いますが、今、絶賛これね、下がってます。ボラテリティもね、急上昇しているという、まあ、形になってますから、まあ、ちょっとね、気をつけないといけない。まだまだ、マイナス3シグマに沿ってバンドオークしている形だというところをしっかりと見ておいてください。はい。それではここからはオプションの手口を見ていきたいと思います。 えまずは海外勢合算ですが、いよいよあと2日ですね。9日10日。いやーしかしこれだけ荒れてるとね、もうなんだかこの11日までがすごく長い。ね、10日の夜には CPI も出てきますから、まだまだ、まだまだね、いろいろ問題が山積みと。で、そんな中、コールはやはり、えっと、枚数が出てな、まあ、急激にこれ下がってきてるので、実は海事エリアがね、えっと、ここ2日連続ナイトセッションがスカスカというか、 と開示されてるところがね、トレードされてないんですね。あまりにも急激に下がっているので。はい。なので、プラスもマイナスもあんまりコール側は、えっと、この開示エリアは出ていないと。まあ、若干売りの方が多いかな。コール売りの方が多いかなっていうぐらいですけれど、枚数少ないんですね。で、一方で、プッ は、ATM 近辺の25000円が今日も1658枚と、まあ大きく買い乗せされました。ここで4700枚の買い長です。まあただし、いつも言ってるようにね、ここは開示されていないとこなので、残高が定かではないという、まあ、ここはしっかりとね、その目線で見ておかないといけないので、こんなに買いがあるかどうかわからない。売っていたものの買い戻しだったかもしれないんでね。とはいえ、まあかなり25000円のプットは今日も買ってきた。一方で、その下24000円の 4000台のプットになってくると、まあ、結構断続的に売り長になっていて、昨日24,250のプットが、まあ、海外税合算では1,123枚の売り長だったんですけど、今日はその250円下24,000のプットが1,420枚売り越しと。 で、ここも、まあ、ね、でも24000円ぐらいのプットを大量に買っていたものの売り決済っていうのは、まあ、ちょっとね、さすがにもう S q まで残りが少ないところを見ると、ここまでね、ずっと前から、 こんなところのプットをたくさん買い持ちしてたかというと、まあ、ちょっとどうだろうなという気はします。なので一旦もうね、この3月切りまでというところで見れば、24000のね、えっと、よりも下がらない。まあ、まだまだ、えっと、プレミアムが高いところをガーッと売ってきていて、さすがに25000円は割り込んでも、24000円は割り込まない。もっと言うと24250も割り込まない。 で、今日ね、24,750も720枚売り乗せされてるんですね。で、このあたりは結構ね、買い持ちがあったところの、まあまあ、あの、売り決済の可能性もあるので、えっと、934枚これね、売り長に。 っていう風に計算にはなってますけど、まあまだね、これは何とも言えない。まあ少なくとも2日間で934枚売り越しになった。売り決済かもしれないっていうところではありますが、まあいずれにしてもね、24000円ないし24250円ぐらいまでは、さすがにもう S q までね、あと2日3日では、 下回らないだろうというようなところでね、少し売りプレミアムが入ってきたのかなと。なので、今のところで2万五千円近辺が、やっぱりちょっと勝負ポイントになってくるのかなという形には見えますね。はい。次にゴールドマンですけれども、ゴールドマンは今日コールサイドほとんど昨日に引き続き触ってこず、 プットサイドも2万5千のプットを104枚売っただけという感じで、あんまり大きなオプションの方は、まあ、開示されているエリアでっていうことではありますけどね、あんまり動かしていないと。なので、引き続き、えー、プットもコールも、まあ、売っているという形にはなってます。で、2万5千に累計、まあ、今日も104枚売りましたから、累計で1015枚の売り越しということで、ここ1000枚の売りがね、超えてきたということで赤くなってます。つまり2万5千よりも下がらないと。 いいう形で入れてきてきるとただね、繰り返しますが、このエリア残高が定かではないので、本当にこの残高かってのは定かではないので、ちょっとね、怪しい。ただし、まあ今週979枚と、まあほぼほぼ1000枚売ってきてはいるということなので、引き続きゴールドマンは、えっと、この2万5千円以上、2万6千円以下で、まあだいたいね、2万5千5、6百円ぐらいでいると、まあちょうどいいぐらいかなっていうね、双方売ってきているのでと。 というところかなと思いますが、まあ、ここはね、先物との兼ね合いもあるので、必ずしもオプションの手口だけではね、これ難しいんですが、今のところ、ね、1月2月好調だった、オプションの手口としては好調だったゴールドマンの今の位置としては、だいたい2万5 0円から2万6 0円の間なので、今の ATM からはもうちょっと上で S q 決着というところを見ているというふうに考えています。 はい、えー、アムロですね。次はアムロですけれども、今日はコールは結構大きく売ってきています。まあ、このあたりね、残高がないので、買っていたものの売り決済なのか、まあ、売り立てたのかがね、ちょっと、これだけではよくわからないんですが、少なくとも今日は、まあ、例えば2万五千円のコールを957枚売ってきたり、2万5千6百二十五のコールを448枚売ってきたりと、 ということなので、まあ、25,000円からね、25,500円ぐらいの間でのコール売りはしっかりと入れてきた格好になってます。で、一方で、プットは ATM 近辺、つまり、25,000円から24,500円ぐらいの間のところはしっかりと、え、プット外を入れてきている。ただし、25,000円のプットはこれは買い戻し。で、えっと、その下、24,750はこれ残高が開示されていないので、何とも言えないんですが、 まあね、ちょっと売ってたものの買い戻しのような気もしますが、まあ一応ね、えっ、ー、と1000枚入れてきていると買いの方。で、さらに24,500のプットも524枚入れて、昨日と合わせると910枚の買い長になってきているということなので、ちょっとね、2万5000円を、えっと、割ってきた。 時の、まあ、ポジションね、少し入れてる。ここ、えっ、ー、とね、4696枚の売りっていうのがね、先週までの計算だったんですけれども、もともとアムロはね、昨日もお話をしましたけど、26000のプット6000枚以上、えー、買い越しているという計算結果だったんですけど、JPX の開示では1638枚の買い長だったということで、まあ、それだけね、えっ、ー、と、売ってたということですよね。 出たので、6000枚買っても、えっと、残高としては1600枚の改ざんにしかなっていないということなので、ここも同じくね、えっと、売り玉がこんなに5000枚近くあると考えるよりは、こことここで1000円幅の えっと、一対一かどうかわかんないですけどね。買いと売りをバランスよく入れてたと取れば、ここはそんなに売り長ではなかったはずなので、そうすると今ね、ここ1500枚の売りというよりは、土点で1000枚ぐらいの買いになってる可能性があると見ておいた方がいいかなと思うので、ここちょっとね、ややこしいんですけど、25000のプットは、えっと、まあ、買い長かフラットかどっちかぐらい。なので、ここね、売り壁ではないんですよね。 と考えた方がいいかなと思っています。ですから、まあ二万五千円近辺、2万4千500から2万五千円近辺というのはプット買いが少し多いので、2万五千円を下に行ったとき、で、ここコールも874枚の売り長ね、今日957枚売ってきましたから、2万五千よりも下って見ておいた方がいいと。 なので、えっとね、24,250から25,000円ぐらいの間を今アムロは見てきているんじゃないかなと。その一段上もね、これ26,000円以下っていうまあ強いポジションのままなので、まあ、ちょっとね、25,000円以下で、まあ、とはいえ下は24,250ぐらいを今アムロは見てきたのかなという気がしています。 はい。最後は先物ですけど、これは昨日ね、ご説明をしたように、もう、ロールオーバーが始まってますから、先物の,の方はお休みとさせてください。来週6月切りからまたね、ちゃんと集計していきます。<music> はい。えー、それでは今日の着眼点ですね。 今日は空売り比率から底打ち反転を見極めようということで、これすでに実は3月4日にもサインが出たので、実は3月5日のボイシーで詳しくお話をしています。ただね、ボイシーは本当にあの、耳で聞くだけなのでイメージがつきづらいということもあり、さらに今日もう一回サインが出たので、チャートを踏まえてね、しっかりとご説明しようというのが今日の趣旨です。 そしていつも見ているグロースバリュー指数ね、今まではグヌヌヌヌ,ヌだったんですけど、今日はおおになってるんで、はい、どういうことか後で見てください。はい、ではね、まず空売り比率から行きましょう。えっと、この48以上っていうのが私の方の、まあ、チェックポイントにしています。まあね、50を超えると踏み上げが起こりやすいっていうのはなんとなくね、いろんなところで聞かれたりとか、まあそういう目線で見てらっしゃる方も結構いらっしゃるかなと思いますが、 えっと、私の場合はね、48にしています。えっと、50はなかなか出てこないんでね、サインとして。なので、48を超えたら、えっと、そろそろ底打ちすんじゃないのというところで、ただし、騙しは多いです。まあ、そらそうなんですよね。えっと、この空売り比率が48とか50になるということは、大きく下落してきている中での空売りが溜まってきていると。つまりね、あの、いずれの場合も大きな下落トレンドが出ていたりしていることが多くって、 落ちるナイフの状況なんですよね。だから、えー、空売りっていうことがね、成功してさらに下げるっていうことが、やっぱりある。なので、半々ぐらいしか当たんないんですよね。もうここつけたからそろそろそこ打ちじゃないの、ロングしていいんじゃないのってやると、もう一回やられると。じゃあ、その騙しをね、どうやって回避して、反転上昇の初動をつかむか。これが今日のテーマになります。はい、えっ、ー、とね、この赤い線は48に入れています。 このね、ちょっと濃い色が50以上なんですよね。なので、ちょっと下に赤い線があって、実は、えっと、今日3月8日ね、これさっき見ていただいたように、え今日3月8日も48.3ですけどえ、3月4日も48.5だったんですね。なので、ここで反転するかなと思ったけど、翌日764円も下げて、かつ45.5まで。まあ、下げたんでね、利格が進んだ。ただ、今日はね、一旦上まで行ったんで、そっかでまたね、 えっと、2万5千三百円ぐらいまで行きましたから、そのあたりね、2万五千円でも上でもう一回売り直されたんでしょうね。今日また48.3になりました。はい。ということで、まあね、あの、去年の秋ぐ口ぐらいから見ると、まあ、これぐらい48を超えているポイントがあります。ということで、ちょっとね、個別で見ていきましょう。はい。これが直近です。3月8日、今日48.3。そして、3月4日は48.5でした。 で、1月27日、1月25日、1月14日と、今年に入ってこれだけ48以上になっています。で、黄色が反転でね、そこ打ちのサインとしては一応成功した。で、青いところが騙しだった。っていうことになるんですね。まあ、ここ一応成功したと言ってもほとんど、えっとね、立てた瞬間にこれ、あの、損切りしているので、まあ、これ成功じゃないんですけどね、一応サインが出たという形ですね。 はい。あの、まあ、見ていただくとわかるように、これもだから、1,2,3,4。まあ、今日、今日明日がどうなのかですけれども、4回やって、えっと、2回。しかも、ここはほとんど、えっと、ね、縦根でロスカットですから、まあ、4回のうち1回しか成功してないという感じになります。で、もう一つ、今度は去年の秋口から見ると、12月1日、11月26日、10月26日、10月6日、10月1日と。 まあ、合計1,2,3,4,5とありますが、見ていただいてもわかるように、成功したのここ1回だけなんですね。はい。ということで、この空売り比率だけを安直に見て、そっからもうそこ打ちかな、そろそろかなってロングポジションを入れたり、プット売りなんかをやってると、まあ、結構落ちるナイフですよ、と、まだ。まあ、ここはね、あんまり落ちていかないんですけれど、これなぜ青かっていうと、えっと、サインが出なかったんですね。 ま、その後でもこれ反転してるので、一旦ここは底打ちにはなってます。ここもそうです。まあ、一旦下がるんですけど。ただこれ、ブルーなのは結局、えっと、今ね、私がこう見つけたというか、こういうふうにバイバイトレード今してるんですけど、その時にサインが出なかったっちゅうだけなんですね。だから、ま、5回、5、48以上あって、ちゃんとトレードして、えっと、無事ね、あの、一勝ね、一戦一勝だったんですね、ここ。上昇しましたよね。 はい。という形で、まあね、あの、これだけしか、今日は時間がないので見てませんが、ある程度、100発110じゃないですけどね、ある程度これだけ空売り比率だけでやると、騙しが多い中、しっかりと底打ち反転するときの動きを捉えられる超シンプルな、えっ、ー、と、判断基準があって、これはもうすでに3月、 5日のボイシーの時にね、お話をしてるので、お時間ある方ね、またちょっとボイシーの方の3月5日土曜日にアップした分も聞いていただければと思います。まあ、今日はそれをね、ちゃんと画面で整理をしています。はい、ではね、どうやったら騙しを回避しやすいのかというところで、私の考えた空売り比率大作戦のルールです。えまずね、空売り比率が48以上となる。これはさっきチャートで見ていただいたポイントです。で、その翌日です。その翌日の始まり値が、 前日、まあ、つまりその日ですよね。その日の終わり値よりも上で、かつ要線で引ける。これが一番、えっと、大きな、あの、トレードポイントになります。この二つの条件をクリアですね。始まり値が前日の終わり値よりも高く始まって、かつ要線で引ける。これを満たせば、まあ、これ要線で引けるですから、その後ですね。 その後のナイトセッション、もしくはザラバ中にも、これは確実に今日は要線で弾けるぞというのが分かれば、もうザラバね、5番のザラバ中にでも、あの、ロングだったり、プット売りなりを仕掛けてもいいんじゃないかなと思いますが、まあ、一旦ね、終わり値がしっかりと、まあ、上になってれば、ナイトセッションからポジションを取ればいいということになります。じゃあ、どうやって決済するのかっていうと、えっと、 一旦上抜いた 5MA を垂れて下抜くか、そもそもね、縦値。例えば25,000円でロングしたんだったら、一旦25400円ぐらいまで行って、まだまだ伸ばそうと思ってたら、急落して25,000円まで降りてきたらもうそこで決済をする。みたいなイメージですね。はい、どっちかです。まあ非常にシンプルなんですが、まあそもそもこの空売り比率大作戦っていうのは、 カラり比率が高い時なので、下落トレンド中、しかもね、急落とか大きな下落の中にしか、まあそもそもあんまり48以上にならないですから。なのでね、基本的には下落トレンドの底打ち反転を見極める作戦ということになります。なのでもう一回ね、このルールに沿って見ておきましょう。はい、まずこの1月25日と27日ですね。1月25日が騙しになって27日が成功したんですけれども、 この25日の翌日ですね。この25日の終値から下で始まってます。かつ陰線です。ですからここでは反転とみなさないのでポレ、あのポジション取らないんですね。で、案の定その翌日840円安ですから良かったねと。で、この時も52.9にまたなりましたが、その翌日は終値からね、高いところで始まって、かつ要線で割ってます。 なので、ま、あこの形になると、多くの場合ね、この、ハラミ線だったり、包み足になったりしやすいんですよね。前日の終値りよりも高く始まって、陽線になるわけですから、この形になりやすいわけです。なので、えっと、坂田五宝とかね、老ソク足のパターンからも、え、陰の洋ハラミが底根県で出たら上昇しやすいみたいな時に、これまさにその形になったんですけど、同じように、空売り比率もサインを出してたということなんですね。ですから、ま、あ上昇しました。で、えっと、一旦、 終わり値で5日移動平均線終わるので、ここで決済になります。まあもうちょっと持ってればね、25日線までっていうところはあったんですけど、この後ストーンと行くかもしれないので、一旦ここで、えっ、ー、と、利益確定みたいな形になります。で、えっ、ー、と、ここですね。ここも前日、まあね、1月14日50.50 50の翌日、高く始まってギリギリ要線なんです。十字線ですけど。なので、このあたりで、 ロングして、ここから上に行くかなっていう期待だったんですけど、すぐに垂れてきて、5日移動平均線割り込みましたよね。だからもうすぐ決済です。だからもう縦根と、縦根で決済、5日移動平均線下回ったら決済、両方同じような位置で、結局逃げといた方がいいよっていうサインだったら、ここはもうすぐに、えっと、わずかな損切りというかね、損失ぐらい、もしくはチャラぐらいで逃げていた。そうそうその後、ドドドロと下がっていくのでよかったねと。 3月4日もね、これ、ボイシーで言った時も、この後ね、あと7日、週明けね、ちょっと終わりの高く始まって要選だったら、こっからね、上に25、五0 0ぐらいまで少なくとも行くんじゃないのみたいな話をしてたんですけど、窓を開けて下落でしたからポジション取らなくて、今日も下落だったから良かったねと。ただ今日の下落でまた48.3になってるんですね。だから明日、 今日の終値、ね、24,790円よりもまず高く始まって、かつ要選。要選のところは短くてもいいです。要選になれば、えっと、明日のナイトセッションぐらいからは、ちょっとね、戻るようなポジションを期待してもいいんじゃないかっていう話ですね。で、アルンオシレーターとか、え昨日ですよね、移動平均線返り率からも、反転サイン近しっていうのを動画でやってるので、まあ、このあたりね、そろそろいろんなチャートが戻ってもいいんじゃないとは言ってる。ただ、 ただね、やっぱりこれだけの地性学リスクとかは、こういうチャートを無視して、ドーンと行くので、まあそこは意識をしながら、ね、普段とは違った、まあ有事の、この移動平均、あの、えっと、空売り比率の高いということですから、まあちょっとね、その目線で見ておいてください。で、ここもちょっとね、えっと、動画の方を止めて、それぞれ見てみてください。これ一個一個説明してると時間がかかるので、ちょっとね、ここ止めるので、 えっと、あ、なるほどねっていうか、ね、さっきのルールに沿って、ここが騙し騙し。で、ここがなぜ、あの、成功したかっていうのはね、一応その通りになっています。はい。なのでね、まあ、百発百中ではないですが、かなり、い、あの、空売り比率が高くなってもね、トレードできるとは限らないんですけれども、トレードできるときは成功しやすいので、 ま、そこをうまくね、タイミング捉えて、反転の戻りの初動のね、一番早い作戦とも言えるので、うまく利用してみてください。はい、最後は、え、グロースバリュー指数ですね。もう、戻ってきました。ね。えっと、今日も大きく下落していて、このチャートからは、平行チャンネルの下値をね、これもう割ってるんですね。ですから、株価そのものはこれやばいんです。もう一気に下に走る、また動きになってきていると。ただ、グロースバリューは上昇してきた。 ので、ちょっとね、グロースバリュー的には下げ止まった感がある。ただこれはあくまでもグロースとバリューの比率ですからね。えっと、グロースもバリューも同時に同じ比率で売られたら、このチャートは横ばいになるんですけど、株価ドーンと下がりますから、えっと、株価がここでね、下げ止まるって言ってるわけではないんですけど、いつも言ってるよね、少なくともグロースが強くなってこないと、株価が反転上昇していけないので、ま、あ一旦今日は大きな下落の中でもグロースがね、少し、 あの、踏ん張ってるというか、まあ、バリューがそれ以上に売られただけかもしれないんですけれど、まあ、こういう形になっているので、少しね、ちょっと、ずっと下落してきたのが、ちょっとね、また、こ、こんな形でね、ジグザグと横ばいになってきてるかもしれない。まあ、そうなると、この時も株価は少し上昇しましたからね、ちょっと戻すかもしれないという期待が持てる形になってきたということですね。はい、まとめです。えー、空売り比率からは、明日のロウソク足の位置、ね、形、注目してください。 反転サインとなれば、昨日紹介したアルンオシレーター大作戦と、それから 25MA 乖離率大作戦と、合わせてさすがに反転サインの、まあね、3つ4つ重なってきてますから、一旦戻ってくれてもいいんじゃないのと。で、グロースバリューもようやく下げ止まりつつあると。 ただし、まあ、さっきも言ったようにね、こういうウクライナ問題、まあ、地政学リスクがあって、そして10日には CPI も出てきて、そして日本は11日メジャー S q と、まあ、これだけ波乱含みですから、まあ、そもそもチャートのサインなんかね、無視するヘッドラインには注意をすると。まあ、戦果がさらに悪化したとかね、もう本当に何か考えたくもないことが起こり得る状況ですから、まあ、そうなったらこういう反転サインもクソもないので、まあ、そこはしっかりと踏まえて、 でもね、反転サインが出た時に戻りをしっかりと取るための準備はしておいてくださいということになります。はい、ということでいかがだったでしょうか今日の動画も役に立ったぞというところがあればぜひグッドボタンを。そして毎日こんな形でオプション戦略を中心とした日経平均の考察しております。よろしければチャンネル登録の方もぜひお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね